コンスタンチン・ウラジーミロビチ・ロジャエフスキーは、白系ロシア人のファシスト指導者。ロシアファシスト党党首。1907年にブラゴベシチェンスクの交渉人、ウラジーミル・イバーノビチ・ロジャエフスキーと妻・ナジェーダの息子として生まれる。定前に、ウラジーミル・ナジェーダ・ニーナがいる。ロジャエフスキーは、高校卒業後、コムソモールの一員となった。1925年に、 ソビート連邦から脱出する。アムール川を溶かして、以降の消息。1928年には、父と弟もハルビンに脱出し、取り残された母と妹たちは GPU に逮捕された。ロジャエフスキーは、ハルビン中ロ工業学校で法学を学び、在学中に出会ったニコライニキホロフトゲオルギー・ギンスの影響を受け、民族主義、反共産主義に傾倒していき、 ロシアファシスト組織に参加した。卒業直前の1928年に大学内にソビエト連邦の国旗を掲げることに反対するデモを主導したため大学を追放される。その後、大学におけるソ連の影響力が弱まったため復学し、1929年に卒業する。同年、リディア・マスロバと結婚しに死を設けるが、二人とも溶接している。しかし、 1936年にリディアと離婚し、翌1937年にネオリナ・アリセバと再婚した。ネオリナとの間には、息子・ウラジーミル、娘・オリガを設けたほか、溶接した子が一人いる。黒シャツ隊を模した、護衛隊1931年5月26日に、ファシスト政党ロシア・ファシスト党の結成に参加し、事務局長に就任した。 1934年には、アナスターシー・ボンシャーツキーのロシア民族労働党と合併し実質的な指導者に就任し、1936年に党首に選出された。ロジャエフスキーは、ベニート・ムッソリーニをモデルとし、当期には、ナチ党をモデルにしたハリ十字を採用し、当初には、ロシア帝国の総統の和紙を使用した。また、自身の周囲を選抜した護衛で固め、 黒シャツ帯をモデルに黒い制服を着用させた。ロジャエフスキーは、当機関紙「私たちの道と国家に反ユダヤ主義的主張を掲載し、著作、20世紀におけるユダヤ人問題を表している。1934年、ロジャエフスキーは、満州国白系路人事務局の第二部長に任命された。また、関東軍の護を受け武器を提供され、ハルビンを拠点に、 反共運動を組織し、世界26カ国に支部を設立した。ハルビンでは1万2000人の党員を獲得し、満州里に、針十字のネオンライトを設置し、ソ連に対して存在を誇示した。紀元2600年記念行事の際には、ハルビンでの式典に参加した。ロジャエフスキーは、関東軍の協力のもと、白軍のウラジーミルキスリーチンと共に、ロシアを、 解放することを望み、関東軍から、格乱工作の訓練を受けていた。白系路人事務局設立式。前列左から二人目が、ロジャエフスキー第二次世界大戦が勃発すると、ロジャエフスキーは反ソ連運動を本格化させるが、1943年5月に二重スパイの疑いをかけられ、日本軍憲兵隊に逮捕される。ロジャエフスキーや、 ロシアファシスト党員からの尋問で無実が判明し、6月に釈放され、白系老人事務局第二部長に復帰する。しかし、関東軍は7月1日にロシアファシスト党の活動を制限し、公の場で制服を着用することや、党歌を歌うことを禁止され、党は解散に追い込まれた。1945年8月13日、ソ連対日参戦により、 戦況が悪化すると、上海に脱出した。敗戦が近づくと、ロシアへの帰国を認めてもらうため NKVD と交渉を始める。この際、ロジャエフスキーは、ヨシフ・スターリンとザバイカル戦線司令官ロディオン、マリノフスキー宛てに、自己批判思想を放棄する旨を制約した手紙を送ったとされる。しかし、ネオリナは1974年に手紙を書いた事実はないと反論し、 1977年には、息子ウラジーミルも母の意見に同調している。ロジャエフスキーは、身の安全と新聞社での仕事を保証され、北京のソ連大使館にレフを補治院と共に自首し3週間、滞在する。10月25日、ソ連当局は、ロジャエフスキーとの約束を保護にし、彼は逮捕され、モスクワに連行される。1946年8月26日、 モスクワに連行されたロジャエフスキーは、グリゴリー・セミオーノフラと共に裁判にかけられる。8月30日、最高裁判所長官バシリー・ウルリーヒはソ連への敵対行為及びナチスドイツから資金提供を受けたなどの罪状により他の被告と共に死刑を宣告する。ロジャエフスキーは、即日死刑執行が命令され、ルビアンカで重殺刑が執行された。2001年、 ロジャエフスキーの著作が、ロシアファシストの最後の遺思として出版された。ありがとうございます。